世話になってます、こんにちは、ヤクトです、朝日昇る鬼神チャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます、今回ですね、趣向を変えまして、朝日さんが主催されておられますジム東京イエローマンズの見学にやってまいりました。ご覧ください。東十条南口、ここから、ね、徒歩3分だそうなので行ってまいりましょう。 GO! はい、東十条南口改札出て、左こっちです。じゃん。さあ、東十条の南口をね、出まして左すぐ見えてきました。こちら黒松本舗って草月っていうお店なんですけど、どら焼きのね、黒松っていうのがすごく有名で、めちゃくちゃ美味しくて並ばないと買えないという噂なんですけど、今日どうかな、買えんのかな。ここね、お、買えるかも。わあ、あります。ちょっと買ってくるから待ってて、買ってくるね。買えたよ、黒松。これ本当人気でめっちゃ並んでる。1時間は並ぶの覚悟してくださいってどら焼きなんだって。これあのある意味持ってます。さあこちらです。これが2つ目の信号ですね。さっきの、黒松カエル草月が一つ目の信号で、次二つ目の信号です。さて二つ目の信号の、東京イエローマンズはすぐそこなんですよ。あそこなの。まだちょっとあの飛んなくていい。あでね、こっちちょっと左、二つ目の信号左行くと、これがまたねすげえ有名なんだって。新潟屋、こちらです。もつ焼き新潟屋。ちょっとカメラ近くて撮りづらいと思うけどこれがめっちゃうまいんだって。こちらね、はい、これがちょっとおすすめのお店2軒目です。そしてね、ちょっと戻るよ、交差点戻るよ。イエローマンズあっち、そう、まあ、でこっちに信号右、ここがまたねおすすめのお店3軒目。いや、こっちがいいかな。なんかどっち悩むね。これもね、もうめちゃくちゃ美味しいという噂のね、埼玉屋焼き豚です。焼き豚屋埼玉屋、こちら埼玉屋。この焼き豚がね、これも有名でめちゃくちゃ美味しいんだって。だからこの十字路ってか、この交差点すごいよね。新潟と埼玉がこうひしみ焼き合ってるってね。じゃあ、あの、東京なのにね、ちょっとじゃあ、あの、趣旨に戻ろう。徒歩3分とか言いながら、ちょっと回っちゃってるから。こっち。渡りました、十字路渡って、もうすぐそこ。ね、北区保健所。ここ。おお、やってまいりました。到着、こちらです。もうほんと近いのよ、東十条南口です。徒歩3分。はい、着きました、東京イエローマンズです。うん、なんかあれだよね、おしゃれだよね、朝日さんっぽいもんね。ね、さすがよ、おしゃれだよな。いるのかこれ。おはようございます。あれ、いないぞ。ちょっと待って、入ってんのか。ほら、落ちた。これだけ、オッケー、これだけ、オッケー。雑雑いいよ、こんな雑雑つまんないでしょ。私は素人の目でつまんないものはないから。あれ、格闘技のやつらって大体ほら寒い系あるでしょ。あの、なんていうの、もうね、やっぱね、格闘技昔からの、もうこれ名前言うと怒られるけど、ある一部のところね、めっちゃ寒いのよ、きついのよ。あのクロスの端っこのつまんないやつのあの笑いを取るから、あらダメ、あらもう、おやまず何がするかって、もう見るな、あらダメ、クラスでさ、あらダメ、お笑いはあの本物の人にお任せして、こっちはもうすいませんって謝った方が、もう
あの YouTube スタッフさん、YouTube お願いします。 YouTube だからといって調子乗っちゃダメ、本当に。あのやっぱね、プロはプロ、音楽は音楽のプロじゃないですか。そこはもう理解してるんで、じゃあうんこの話とかするしかないんで、歌とか中途半端にやんない。なんか本当にそう、一応ほら高校時代なんだけど、お兄ちゃんね、これ買ったの。わ、これ年季入ってますもん。じゃあこれね、あれ俺が中学時代使ってた青カップ。今の子知らんやろ、青カップ。何青カップ。青カップってあれで、あれ焼き当たりになったら分かりますね。赤カップは公式っすよね。今の水野もそうっすか。あ、どうですかね。でも昔赤カップは公式で、この青カップは あれなんですよ。青カップだ。だからうちも、ちびの兄ちゃんが水野の本店に勤めてたんで、簡単とかでそこで買わしてもらってたんで、だからこういうグループ。何モデルのグローブを。いやだからじゃあアンドニーはね、田崎健太がこの前石毛さんと対談したって言うけど、石毛さんのモデルか辻本さんのモデルの公式欲しかったんですよ。で買いに行ったんだけど、確かでもアディダスのメーカーで辻さんだったのかな。俺背もちっちゃい、だって俺手ちっこいんだよ、ほら手ちっちゃいから、手ちっちゃいんですよ、女の子並みなんですよ。だからグローブが全部浮いちゃうから、ちっちゃいの欲しかったんですよ。でそんで買いに行ったけど、ちっちゃいで辻さんか石毛さんの買おうと思って、けどやっぱ高いんですよ、あのオフィシャルモデルやから。だしょうがないから、またお兄ちゃんの本店行って買ったんだ。ちなみにですね、カメラが回ってない、ね、だからね、あ、お願いしますけど、僕の iPhone ぶっ壊さないでください。いや、これは大事だって今ね、これ今日でもね、これバッと折れてる。折れてんじゃないけど、あのなんかいや、iPhone なんてタイプじゃない。今多分ね、今このモデルもう売ってないよね、これ売ってないですね。売ってないもんね、これね。安藤さん、おはようございます。ありがとうございます。やってみましょう。今、あんまり近くに近くにして、コロナウイルスで、本当に大変な時なんで、ディスタンスできる限り。でもそれは本当に、なんか格闘技の人がさ、ね、中途半端に大会開いたり、それはそれ事情、じゃ事情あるだろうけど、本当考えないと。そうそう、それはね、やっぱりなんか協力するんじゃなくて、やっぱね、みんなのために頑張んないと。今は頑張んなきゃいけないんで、なんこのバカみたいなのが来ちゃってね、本当どうし、ね、本当頑張んないと。なので、四方窓を開けていただいて、そう、だって開けないと、だって本当だって元からおっさんばっかだから嫌なのもあるんだ。やっぱだって一応通気であればだいぶ違いますよね。そうですね。なかったら、というかできるべきこと、本当これはみんな頑張んないと、うん、だからね、ジャイアンツの選手とかかっこいいからみんなね、1000万ずつとか寄付したみたいだけど、それができないけど、そんなにできねえから、だったら自分のできることをせめて、うん、やるんだったらね、本当に1億でも2億でも寄付してるけどねえんだよ。どうにかしてくれよ。ここ、東京イエローマンズなんだ。ジムは何や、東京イエローマンズ。お邪魔しました。いや、すごいですね。いや、やっぱね、違います。やっぱ、なんか朝日さんだなって感じの。いや、でもね、俺こうじゃなくて、本当はね、ジムなんか本当やる気もなかったし、じゃあマジなんですよ、これ。なんで俺ジムやってるかも分かんないし、プロの選手になったことも未だに分かんないし、いや、これ本当に、ちなみに、これいつ、ここの。2000年ぐらいだと思うんですよ。2000年ぐらいだから、もうジムやる予定なんて人生で本当に考えたこと一度もなかったんで、なんでこんなことやってる、まあ選手になったこともそうだし、ジムを始めたことも本当に、だから選手終わったらもうやめること、一切フェードアウトして次の世界行くことはもう決めてたんで、それはもう若い時だけ世界一になってこの世界作ったらもうグッバイ。お聞きした話だとピュアブレッド、そう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 、大宮、いや、ピュアブレッドの前に、だから一応俺のことなんかもうどうでもいいし、今の子供たちにとってはもう、だってあれだもんね、お母ちゃん体内にいる前のことで、だから俺大学生の時だから、なんか18か19の時の1900何年なんだよ、はい、本当に68年だからもうすげえ80年代、80年代ですよ、85年とか、その時にほら今のマサス選手のビルがある三茶に入って、2年目から菊池道場行って、うん、でそんでシュートを立て直さなきゃいけないっていうことで大宮行って、でも大宮はなんか知んないけど、僕の子って椅子は変わらないけど親会社だけがどんどん変わっていくと、なるほど、そしてピュアブレッドになって、ね、遠征から朝日ジム一緒にやろうよって、なんで俺やんのかなと思って、ね、まあいいやと思って、まあ、若い時はね、せめて一生懸命やってそこに命をかけるっていうか、まあ、世界一になって本物の世界一になって、あとこの世界作ったらそれで、ただどうしても、ね、やりたいことは、でピュアブレッドに本当にいたんですよ、はいはいはい、それをやめて、すぐここジム、そうですね、ピュアブレッドの時もまあいろいろね、まあどんな世界でも生きてるら何でもあるけど、はい、あれもいろんなことがあって、はい、でもね、まあピュアブレッドの人とかイゴスの親会社のイゴスの人にはみんなお世話になったし、いい人ばっかで、うん、これはもう感謝しなきゃいけないし、みんな遠征とかノリも行って、ただね、ちょっといろんなことがあって、なるほど、だからね、今歯医者やってる野中ってやつがいるんだけど、俺とための選手だって、今院長やってるんですけど、こいつ俺がこっちの社員入れたんだけど、野中と二人で、野中、
俺たちどっちかが勝手にやめるのやめようなって。何ですかそれ。いやもうね、何ていうかな、もう何だろう、まあいろんな意味での憤りがすごかったんで、やってらんねえよこれと。でもさすがにもう昼間こうやってある時ジム来て掃除こうやってしてる時にやってらんねえと思ってもうジム飛び出したんで。ピアブレッド、ピアブレッドです。だから一応代表や、沿線は社長で俺が代表だったけど、その代表が飛び出したんでやってらんねえってこれが。朝日さんの、まあ、ぶちかけた。いや俺が代表だったんで一応。でももうやってらんねえと。だからあの時だから、あれらしいし、なんか俺が行方不明になってって大騒ぎになったらしいですよね。だって本当にな、あん、まあ、迷惑かけたら申し訳ないけど、もう耐えられないところもあったんで、うん、ちょっとまあおめえの、だからあの時の情報で言うと結局ね、後年沿線がなんかそこの社長に訴えられて何千万裁判で負けたとかいう情報もあったと思うんですよ。あれは遠征悪くないです。遠征は会社です。遠征は正しいです。これはこれ分かってほしい。遠征そんな人間じゃない。でもかといってそのいろんなことあった人もいろんなその後苦労したみたいだから悪く言いたくないし、お世話になった部分あるから。でただ僕だからその時でもう、行くとこねえと。だから車の中にあの時ワゴン乗ってたんですけど、結構でかいワゴン乗ってて、ワゴンの中に着替えだけぶち込んで、すぐ飛び出して、俺どこ行けんやと。あ、ちょっと一回実家しょうがないから帰るかと。で実家なんてまた帰る人間じゃなかったんですよ。まあ、後から聞いたらあんたが帰ってきたらびっくりしたっつって。でそこで何したかというと、もうあちょ30ぐらいだったと思うんですよね僕って。おそらく、うん、今から20年近く前だから、まあ30、30、31。だからその時に、何したかというと、だからあの就職情報誌買ったんですよね。へえ。適当になんかあれですよね、海があったりして犬ころとか猫とかわけわかんないものがいっぱいいて、そこでお絵描きして、あと適当に運動とかするよ。そういうやっぱしもう格闘技とかあの首絞めるのとか辛いし、人の顔も殴りたく、殴って楽しいことないし、僕はそう思ってて、やっぱりだからやっぱりどうしてもそれは脳裏にあって、その会社にしときゃもう命かける。一回一回全部命かけて、